アニメと音楽っていうのは日本のエンタメを海外に出していく時の両輪みたいなことはすごく言えると思う。そういうことを促進していくサービスがあってくれないと、本当の意味で日本の経済が上がっていくことにならないので、そういうスタートアップを作っていかなくちゃいけないよねっていうのは、僕と石川さんが共通して思っていることだと思います。皆さんこんにちは、ファンディーノショーケース、司会の中村優子です。この番組はファンディーノで資金調達をされる企業の代表の方にご登場いただき、プロジェクトページではお伝えしきれない事業への思いや魅力を語っていただきます。本日ご登場いただくのはスタジオエントレネクスト株式会社代表取締役山口典和さんと、よろしくお願いいたします。そして素敵なゲストをお招きしております。スターウォーズのジェダイマスターを演じたサミュエル・ジャクソンさんと、アニメ映画アフロサムライを制作した株式会社ゴンゾ代表取締役社長石川慎一郎さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。すごいですね、スターウォーズに出たサミュエル・ジャクソンさんと映画を、アニメ映画を作られた、アメリカで、はい、有名な方なんですよね。で、石川さんはそのアニメプロデューサーとしての手腕だけではなく、経歴が面白いんですよ、東京大学を出て、はい、その前は麻布中学高校卒業してたんですけど、はい、東京大学の物理学、宇宙物理学を修士まで行って、はい、でそこからボストンコンサルティングに華麗なる転身を、はい、華麗じゃないと思うけど、はい、はい、なんか俺はノーベル賞はやっぱり取れないなって思って、すごい悩みコンサルティングになったらしいんですけどそれで、MBA を取り、そして世界を勝つにはやっぱアニメだと思ってアニメ会社を作った。合ってる？はい、合ってる。っていう人す、ね。すごい。だから、で、ゴンゾは、株式上場もやったので、はい、上場の経験者であります、うん。でもあります。だから、うちの会社でもメンターみたいな形で、起業家の応援をずっとしていただいてますし、はい、グロービス経営大学院でね、准教授として、ベンチャー戦略を教えてたりみたいな経験もあるので、まあ、うちに関わる起業家、すごくお世話になって。方で、今日スタジオエントレネクストでこんなことやっていくっていう時には、はい、ちょっと石川さんにね助太刀してもらおうかなと思って、いらしていただきました。いくらでも応援します。強力な助っ人ですね。よろしくお願いいたします。はい、お二人の出会いについてなどもぜひ伺っていきたいんですが、まずはじめに、スタジオエントレネクストさんは起業家とともにエンターテックでイノベーションを生み出すということなんですが、どのような事業ビジネスなんでしょうか。山口さん教えてください。僕らの業態は、スタートアップスタジオっていうんですね、世界でかなり注目されている業態なんですけれども、まだちょっとお耳なじみのない言葉かもしれません。スタートアップってやっぱアメリカの西海岸が本場じゃないですか、はい、そうするとあの辺でスタジオっていうとハリウッドのことなんですね、さっき映画の話ありましたけど、ハリウッドが映画作るみたいに同時並行して、スタートアップを作っていこうと、はい、そしてプロダクトを大切に作っていこうっていうような考え方で、スタジオの中で映画のトレーラーって言って短い作品作ったりするじゃないですか、10本ぐらい短い作品作って一番いい映画に100億かけて映画作ろうみたいな発想で、まずきちっと僕ら仮説検証って言ったりしますけれども、事業の仮説検証をスタジオの中で最低限の予算と、まあ、もちろん労力を使ってやって、それで十分投資家の投資に耐えうると思った事業をしっかり成長させていこうっていうのがスタートアップスタジオの考え方なんですね。でその中で僕らは多分世界で唯一だと思うんですけども、はい、エンターテインメント&テクノロジーに特化したスタートアップスタジオというふうに言っております。はい、世界で唯一で、スタジオエントレという形で3年間やってきたんですけれども、今回ファンディーノさんで、ファンディーノの投資家の方にスタートアップのファンになるっていうファンディーノさんのキャッチコピー、僕大好きなんですけれども、スタジオエントレでやっていくこと、エンターテックのスタートアップを育てていくことをご一緒したいなというふうに思いまして、そのための箱として、子会社で、スタジオエントレネクストという会社を今回のファンディーノの募集のために作りました。で、その、出資を集めるために今日もお話をさせていただいていると、そういう流れになっております。説明ありがとうございます。ではその石川さんとの出会いは、さっきね何年だろうねって話してたんですけど、多分20年弱にはもうなると思うんですよ。若手の面白いシンクタンク、
日本総研ってシンクタンクのもので、はい、エンタメで面白いことを考えたって言ってる人がいたんです。今すごい活躍してる、はい、あの人ですけども、ね、うん、で彼がすごい面白いこと言ってたんだけど、あ、これ理解できるの音楽だと山口さん、アニメだと石川さんぐらいしかいないよって言って、あの紹介されて、うんうん、一緒に会ってプレゼンを受けたっていうのが出会い で、はい、で面白い話だったんですよね、うん、それで、うん、それ以来すごく、まあ、気があってというか、はい、多分僕この20年間で一番たくさんミーティングした人石川さんですね。そうだった。スタートアップの応援みたいなことも、はい、一緒にメンターみたいなことやったりもしましたし、うんうん、はい、結構週一のミーティングね、多い時は 3,4 本やってましたもんね。あ、そうです、中3とか4とか週3会うみたいな。週一のミーティングっていうのを僕と石川さんが算数、週一のミーティングが4種類とか3種類とかいろんなところで7を応援してた頃。そうですね、で7って有名なスタートアップなんですけど、はいはい、でこともあったし、今は週に1回ぐらいですかね、ミーティング。それでも、はい、はい、なので、はい、仲良くさせていただいていますし、いろんな今の日本の課題感だったり、スタートアップもっと応援していくためにどうすればいいんだろうみたいなことを、はい、まあ、日常的に話をしている仲間でもあります、うんうん、まあ、そういう意味じゃあれですよね、週1回今収録してますからね。そうですね、はい、あので最近はちょっと調子に乗って、はい、YouTube のチャンネルでですね、3分 MBA というチャンネルが仲間が作ってるんですけども、そこで石川山口のぶっちゃけビジネストークっていう5分ぐらいの対談、ニュース解説っていうんですかね、あの、うん、MBA 的な経営の役に立つようなこと、エンタメに限らずを、あの、まあ石川さんね、なんつったってグロービスの MBA で、はい、ボスコンでグロービスコンで、それを僕ら内に分析するとやって、興味のある方ぜひ、これ同じく YouTube なんで、はい、ぜひ、ぶっちゃけビジネストーク石川慎一と山口のおにかずで、ググっていらしていただけると、一応キャラクターとしてはサムライ石川とエヴァジェ山口、そう僕はエンターテックエヴァンジェリストって名乗ってるんで、はい、エヴァジェ山口と言われていて、石川さんはあのさっきのあのアフロサムライっていうアニメが代表作だっていうのもありますし、髪の毛後ろで縛ってて、はい、サムライみたいだっていうことで、うん、サムライ石川とというキャッチでやっております。はい、皆さんチェックしてみてください。はい、はい、そんなきっかけで出会ったお二人ですが、どうしてここまで仲良くなれたんですか。そのアニメ業界と音楽業界というのは親和性がある。本来親和性あるんですけど、僕もともと音楽プロデューサーですけど、はい、音楽プロデューサーとアニメプロデューサーとして仕事をしたことは結局ないね。一度もない。そうなんですね。一度もないですね。思想になったこと2度ぐらいあるんだけど結局できてなくて、いまだに一度もないですね。はあ、じゃあお仕事というよりは純粋に気が合う。あ、はい、まあ、ただ業界としてはすごく近くて、うん、例えば今のソニーが成功してるのってよく、はい、あの音楽ビジネスが成功してるっていうのはあれ音楽じゃないんですよ、うんうん、アニプレックスってところがあって、はい、アメリカであのクランチロールっていうのを買収して、うん、要するにアニメで、うん、音楽をくっつけてやってソニーが大成功したっていうのもあるんで、やっぱりアニメと音楽っていうのは今もう切って切れない中になってるので、ある意味考え方も一緒だし、で、まあ、グローバルにね、この日本のコンテンツ出していく時っていうのはやっぱアニメっていうのはやっぱり一番のキラーコンテンツで、はい、アニメと音楽っていうのは日本のエンタメを海外に出していく時の両輪みたいなことはすごくあの言えると思うんで、そういう問題意識は持って、でそのためにはそういうことを促進していくサービスがあってくれないと、うん、あの本当の意味で日本の国力が経済が上がっていくことにならないので、そういうスタートアップを作っていかなくちゃいけないよねっていうのは、うん、あの僕と石川さんが共通して思っていることだと思います。いや、まさにソニーさんが買収した僕が作った頃にできたアメリカのベンチャーが2つあったアニメ、はい、1つがファニメーションって会社、うん、もう1つがその10年後くらいにできてゴンゾも出資してたんですけど、あのクランチロールっていうのがあって、うんうん、ファニメーションはソニーが2年前に150億で買収して、その次の年にクランチロール、当時はワーナーが買収した後でそこからソニーが買い取ったんですけど、1200億ですから、うん、石川さんがうまく立ち回したら石川さんの会社だったかもしれないのに、そう、惜しかった、惜しかったね。ちょっとゴンゾが傾いたおかげで株手放しちゃったんで残念、はい、創業時には参加してたんです。本当にそのちょうど盛り上がってくる頃をずっと見ていらっしゃったお二人ということですね。その石川さんは今回プロジェクトの応援メッセージを寄せていただいたんですけれども、どうしてあの山口さんを応援しているんですか、このプロジェクト。まあ腐れ縁だからまあそれはあの本当なんですけど横に置いといて、それ以外にあるとするとやっぱりあの思想として、あのベンチャーを作るっていうのが
今の時代はどちらかというと、いわゆる資本主義的な、ユニコーンベンチャーを作るみたいな時代がだいたい終わりかかっていて、次の時代はやっぱり自立分散型といいますか、Web 3.0 って言葉があると思うんですけれども、はいはい、よりなんて言うんでしょう、個人とか、その個人の、なんですか、能力をどうプロデュースしていくかみたいなのを、その人たちが集まって、でオフィスを使って何かやるじゃなくて、はい、本当にリモートでもできるような、有機的にものを作っていく時代になっていくと思うんですね、なのでそういう Web 3.0 時代の新しい、ベンチャーキャピタルじゃないですけれども、スタートアップスタジオを作るっていう山口さんの考え方は、僕もずっとグロービスでベンチャー戦略とか教えていて、やっぱ古いベンチャーのことを教えなきゃいけなかったんで、そう、ある意味経大学院っていうのはそういうところなんで、まあ、その次をぜひ作っていくっていうのはサポートしたいなと思った、そういう形です。その新しい Web 3.0 も含め、新しいものをみんなに周知していくっていうご苦労はないですか、山口さん。一緒に勉強していくっていうのが、多分スタートアップスタジオのスタンスとしては正しいので、僕らセミナーとか勉強会とかバカみたいにたくさんやるんですよね、でそこに それをやること自体が、ある種起業家ソーシングとか言い方しますけど、新しい起業したい人と出会っていく場でもあるし、僕らの周りにいる起業家と一緒に勉強していく場でもあるし、もうだから僕ももうね、ずっと一緒に応援してきた、さっきナナっていうサービスも出てましたけど、オーディオストックっていうサービスだったり、今チューンコアジャパンっていうディストリビューターすごい存在感が出てきたりとか、いろんなことが PTX ってサービスが出てきたりとかありますけれども、そのずっと応援してきた企業家たちがもうだ、ね、40にもなり中堅になり結果も出し始めているっていうので、そういう人たちとこれからもっと活躍していく、30代20代もう10代もね、今中高生も起業する時代ですからね、そういうとこを、ある種僕らつないでいくハブの役割をね、それこそ石川さんなんかにも協力してもらいながらやっていく。で Web3 っていうのはすごく自立分散って言葉ありましたけど、すごく個人を大切にする、個人が基本ビジネスのユニット基本単位であるっていうことになっていくので、そこをしっかり分かった上で世代も超えてつながっていくところが大事かなというふうに、それが今回のファンディーノさんにもつながると思うんですけど、基本的に投資家も Web3 の時代っていうのはいわゆる機関投資家じゃなくなっていくと思うんですよ。以前の投資っていうのはどちらかっていうと、グロービス のキャピタルパートナーズっていう、日本で一番成功しているベンチャーキャピタルの一つなんかもそうなんですけども、お金はやっぱり生命保険会社とか、そういったところが集めたお金を100億単位とかで調達していって、それをベースに何千万1億2億みたいな投資をしていくっていうのがベンチャーキャピタルの、いわゆる20世紀型のベンチャーキャピタル、それがやっぱり個人が投資をしていく、それが小口であっても、それから最近はもう超大金持ちの個人が増えてるんで、1億100億10億100億であっても出せる個人なんていくらでも世界にいるので、それはもうステージに応じて金額は違うけれども、基本的には個人が意思決定をするっていう時代に、これは当たり前でスピード速い時代についていこうと思うと、機関投資家って絶対にルールとか組織としてのいろんな制約条件満たさないといけないじゃないですか。上場するといわゆるいろんなルールがあるんで、だからそういうものではない、イーロン・マスクさんがもういい加減なことたくさんやってますけど、ああいう感じで企業が出てくのがこれからの時代かなと思います。株式投資型クラウドファンディングというのが、ファンディーノさんのモデルで非常に注目したんですけど、僕らはその自分ら自身がスタートアップであると同時に、スタートアップをいくつも作っていく、継続的に作り続けるっていう役割なので、一つのスタートアップに投資するよりも、スタジオエントレネクストを応援していただくと、たくさんのスタートアップに関わっていける、応援できるっていうところを魅力として考えていただきたいなと思いますし、株式投資型クラウドファンディングってね、僕法律が制定した時からずっと注目してたんですけど、エンタメとの相性すごくいいなと思うんです。つまり今の時代ね、株式投資もある種ファン心理があるんだみたいな言い方する方もいらっしゃいますけれども、まさにその投資家を募って、小口の投資家を募っていくということと、ファンを増やサービスのファンを増やしていくってことが、ファンディーノみたいな仕組みだと同時にできるじゃないですか。
だからそういうところのある種僕らがファンディーノで資金を集めて僕らの株主がたくさんできることによって、うん、僕らが出していくスタートアップにも興味を持ってもらってっていうスタートアップ投資の、まあ、民主化っていうんですかね、うんうん、スタートアップ趣旨の民主化みたいなことにつながっていったらいいなと。だ今回しっかり投資成功させていただいてぜひよろしくお願いします。させていただいて継続的にそういう流れを作っていきたいなというふうに、うん、考えています。ありがとうございます。この番組は代表の魅力にも迫る番組なんですが、石川さんから見て山口さんの魅力、起業家としてもお友達としてもどういったところが魅力ですか？やっぱりあれですよ、起業家というよりは音楽プロデューサーだから、うん、山口さんのいいところは僕自身はどっちかというと科学者だし、自分で何か作ってそれをドーンと自分で出していくタイプ の、うん、アントレプリナーだと思うんですけど、はい、起業家だと思うんですけれど、山口さんはどちらかというとやっぱりプロデューサーだなと思うのは、まあこれがよく聞こえるかどうか分かんないけど、クリエイターたちをとかを手玉に取るというか、プロデューサーとしてこう転がして、うん、普通に一人でやるとだいたい才能のあるやつって、うん、人間的にダメなところがあったりとか、精神的に弱いところがあったりとか、よくうつ病になったりとかいろいろあるんですよ。クリエイターはもっとひどいんですけれど、はい、でそれをやっぱり音楽アーティストっていう一番ひどいところのを扱ってただけあって、やっぱ起業家を扱う時もその能力を発揮して、こういい意味で手玉に取ってその人たちを盛り上げていく能力っていうのはすごいなと。だから僕なんかどっちかというと潰しちゃうタイプなんで、プレッシャー与えて、だからそういう意味ではやっぱすごいなと思います。さすが石川さん、よく見てるなと。僕もともと音楽プロデューサーって言ってますけど、アーティストマネージメントっていう職域だったんですね、うん、そのアーティストと向き合ってその人のいいところを引き出しながらまさに社会とアジャストしていくっていうことをずっと長年やってきたので、起業家と付き合うようになった時に僕のスキルって完全にアーティストマネジメントのスキルなんですよ、うんうん、その人の持っている、まず起業家って大体やりたいことはあるし、才能も熱量もすごくあるんで、それが途中でブレたりとかね、くじけたりしないようにこうエンカレッジ励ましてあげながら、でもそれちょっと最終前にしたことずれてないって言って、大丈夫って言って、その人の持ってるパワーが一番効率よく成功に向かうようにするっていうのが、これマネージャーの仕事なんで、そのスキルをスタートアップスタジオっていう場とはすごく相性がいいなというふうに思っていて、僕スタートアップスタジオっていう職業始めて3年なんですけど、これ俺の天職だったなって最近思ってます。応援するのがご自身も好きなんですね。そうですね、なんですか、才能がこう実現していったり、インプルーブメントしていく、なんか才能が結実していく、なんかの瞬間にボッと化けたりするんですよね、人って。その瞬間に一緒にいるってことにはすごいカタルシスありますよ。うわこいつ化けた、来たと。へえ、はい、そこはだから起業家と伴走するやり方として、ちょっと皆さんどうなのか分からないですけど、うん、僕はもともとキャピタリストだったりするわけじゃないんで、こいつにお金貼るみたいな感覚ってあんまりなくて、この人の一番いいものを引き出してあげたい、で成功確率を上げていく、失敗確率を下げていくために自分が何ができるかっていう発想はすごく、まあ、だからそれがスタートアップスタジオですよね、うん、いやベンチャーキャピタルじゃなくてスタートアップスタジオっていうのはそういうことなんです、うんうん、ベンチャーキャピタルっていうのはすでにやってるやつを見つけて、はい、それを人とビジネスと判断してお金を張るっていうビジネス、はいはい、それに対してスタートアップスタジオっていうのはこいつは面白いことをやりそうだっていうのをスタジオっていう土俵の上に、土台の上に乗せてあげて、そのプラットフォーム上で、まあ、一生懸命肥料をあげて水をあげて芽が出て花が咲くようにしてあげるっていう、そういう感じなの。アーティストとすごい近いと思う。距離感もすごい近いですね、そうなると。そうですね、はい、距離感近いですね、はい、この事業を通してどんな未来を作っていきたいですか？大きなことなんですけど、日本の国力向上につながると思ってるんですよ、うん、これ本当に。で2つの意味でつながると思ってて、1つは今日本は起業率が低いっていうね、最近のデータ知らないですけどね、この間までは世界で2番目に低いっていうね、一番低いのがイタリアって、なんでイタリアか知らないけど、でいうことを解決していくっていう時に、エンタメ領域って若い人が
企業に取り組むときにイメージしやすい、うん、自分がファーストユーザーになれば、自分がユーザーとして欲しいものがを作ればいいっていうことでいうと、 2C のサービスから起業するって割と入り口が入りやすいと思うんですね、うんうん、でスタートアップスタジオっていうのは、まあ伴走するっていうことも、一緒に走るっていう意味でも伴走するってこともあるんで、日本の起業率を上げていく。で、あの起業できない理由ってロールモデルが周りにないからっていう答えもすごく多いんですけども、うん、そういう意味ではスタートアップスタジオに、そこのこのコミュニティに入ってもらうとロールモデルたくさんあるんで、そういう意味では日本の起業率を上げていくことに役に立つだろうなっていうのが一つと、これからね、日本がなんで稼いでいくんでしょうっていうね、はい、広い意味でのこう文化資源みたいなものが日本のこれから の最大の売り物の一つだと思うんですね、うん、新しい資本主義事務局にもそう書いてあります、はい、クリエイターが日本の財産だって書いてくれてますけれども、あの、まあ、だからインバウンドも円安も理由かもしれないけれども、インバウンドも日本のカルチャー、食も含めた、うんうん、まあ、自然みたいなものも含めた日本の持っている文化的な広い意味での文化資産っていうのが、これからこれをグローバル市場で、デジタルでつながったグローバル市場でどうやってお金に変えていくのかっていうのが、うん、日本のかなり大きな生命線の一つだと、うん、いくつかある大事なことの一つだと思うんですね。なのでエンターテックっていうのは、そういう、日本の文化的な素材を、お金に変えていく、世界に広げていく、これ日本のブランド、国としてのブランドも上げながら、稼いでいくってことなんで、そういうことをやってくれるスタートアップを次々出していくっていうのは、これは日本の国力向上に、つながるはずだなというふうに、思っています。またスタジオエントリーネクストさんはエンタメ特化ということで、そこがやはり強みになっていきますかね。そこの方が、そうですね、まあ、スタートアップスタジオってやっぱり領域特化するっていうのは一つの考え方 で、うん、で僕らはその、まあ、エンタメってね、人を楽しませるって意味なんで、あのエンタメをすごい狭い意味では捉えてないつもりなんで、人を楽しませるようなサービスであって、その起業家がこれはエンタメだって思ってればエンタメ事業ですって僕らはあの定義づけてるんで、幅はすごく広く捉えてるつもりなんですけれども、まあそのエンタメ領域をやるっていうのは、日本の未来のためにそこをスタートアップでやるっていうのは、すごくまとめたことなんじゃないかなと僕自身は思ってます。そこについては石川さんいかがですか。まあ僕自身がね、もともとボストンコンサルティングを辞めてアニメやり始めた時に、日本の IP が世界で行けるようにならなかったら日本はもう滅びると思ったんでやったんで、もう大賛成で、もうその話はずっと山口さんにしてますから。宇宙物理学でノーベル賞を取れないんなら、アニメで世界、日本のアニメを世界で売るっていう、そういう人生の選択をして、それから30年ですもんね、石川さんもね。まあ、ボストンコンサルティングでいろんな業界見ましたけど、うん、そうだね、やっぱりもう次の21世紀のブロードバンドで世の中がつながった後の世界、当時そういう業界 の電話とかそっちの業界のコンサルを多くたくさんやってたんで、はい、2010年以降は必ずその世の中にコンテンツがキングになる、エンタメがキングになる、まあ、僕の場合はやっぱりコンテンツというか、インテレクチャルプロパティというか、うんうん、知的財産というか、それが日本が世界を再度引っ張れる、うん、唯一のポイントになるだろうと思ってたので、それでこの業界から、それを思ったのは1995年から1995年。だからまあね、ボストンコンサルタント、ちょうどインターネットが出た、はい、まあ、石川さんボストンコンサルタントっていうね、世界的なコンサルタントの、まあ日本のスターコンサルタントだったわけで、その人はだから あらゆる業種の、たくさんお金払ってくれる、儲かってる大企業のコンサルをたくさんやった上で、一番やるべき領域がエンタメ領域だと、それをテクノロジーでやるんだってことを選んでるっていうのは、まあすごく心強いことだったなと思いますけどね。なんですが、石川さんだってあの一番最初にインターネット見た時の、あのアメリカ人がオタクだった。僕は1990年に大学院でスーパーコンピューター使ってたんですね、はい、東大で、はい、でその時に世界中のスタンフォードとかいろんなところのスーパーコンピューター使うのがインターカレッジネットワークっていう、それが インターネットの元なんですよ、はい、でその大学間をつながってるインターネットでやってた時に、当時は X ウィンドウっていうので見てたんですけど、そこでいきなりなんか新しい技術見つけたんだよってスタンフォードのやつが送ってきて、あの物理学の仲間が、はいはい、宇宙物理学の話かと思いきや、いや思いきや、そしたらなんかいきなり四角がたくさん出て、だんだんその四角が細かくなってきて、うん、何かが現れてきたなと思ったら、はい、あのセーラームーンが出てきて、ツインテールこれは新しいモザイクっていう記事で、それが HTML なんです、だから初めて、多分最初に HTML モザイク技術を見た一人ですよ僕、そしてその初めて HTML 技術を
発明した人は、はい、セーラームーンを描きたかったってことでしょう、ね、描きたかったっていうかセーラームーンをだが明らかに知的財産を侵害してるけど著作権やの。では最後に投資家に向けて未来への提言をお願いします。では石川さんからお願いします。はい、じゃあ私は自立分散、間違いない、なぜかというと、うん、やっぱり個人個人が、うん、組織の時代ではなくて個人の時代、はい、それぞれの個人がそれぞれの個人で思ったことを実現していて、うん、それをしかも個人が支えていく、まあ、だからファンディーノさんが出てくるんだと思うんですけれども、はい、そういう時代に確実になっていく。 Web3.0 っていうのは別にあの NFT とかそういうだけではなくて、 Web3.0 っていうのは世の中がいわゆる Web3.0 的な世の中になるっていうのがこの21世紀のこのあと50年を引っ張っていくだろうと思ってますので、ぜひ皆さん自立分散、個人個人を中心に世の中を作っていってほしいと思います。では山口さん、よろしくお願いします。はい、まあ、今日はエンタメは日本の宝ということにしたいと思います。あの日本の文化的なさまざまな財産をグローバルなマーケットでどんだけ日本のために活用できるかということが、これからの日本のために大切だと思います。そのためにエンターテックのスタートアップをたくさん世に出していくということを僕ら取り組みますので、ぜひファンディーノの皆さんもこれをご覧になった皆さんご一緒にやっていければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。今回ご紹介しきれない詳しいお話はプロジェクトページのオンライン事業説明会についてというところに詳細が載っておりますので、はい、説明会何回もやって、はい、僕はあの質問全部お答えしますので、ぜひオンライン説明会出してください。で直接山口さんとお話というかできるんですよね。はい、はい、ぜひ皆さんそちらからご参加ください。皆さんいかがでしたでしょうか。スタジオエントレネクスト株式会社さん応援いただけたらと思います。山口さん、そして石川さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。